にちは、絵描きのレミです。本日はこちらの絵をご紹介していきたいと思います。はい、ということで最後のね、動画アップしてから多分約1ヶ月ちょっとね、6月いっぱいは1本も動画ねアップできずに終わったんですが、実はもう2枚ぐらい控えてる、ほぼ出来上がってるのが控えてるので、それができ次第次ね出していきたいと思いますので、まずはこちらの絵から。実はこの絵がね、その3枚中一番最後に描き始めた絵で、一番最初に出来上がるっていうまあちぐはぐな感じなんですけど、はい、では、夏ですし早速こちらの絵をご紹介していきたいと思います。はい、ではタイトルですが、タイトルが Bright Wisdom で、メッセージですね。メッセージが、美しい H を胸の中に刻んで生きていく、幸せで豊かで調和した世界の中で、というねメッセージをこちらにはつけました。はい、まあ、ブライトウィズダムなんですけど、ブライトは明るいで、ウィズダムが、まあ、H っていう意味なんですけど、まあ、明るい H ですね。なんかそんなイメージで今回、はい、出来上がりました。そうで、こうね、メッセージにもあった通り、美しい H を、ね、胸の中に刻んで、そう、そのいろんなね、私たちは生きてるとこういろんな情報がねあると思うんですよ。そう、まあ、ニュースだったり本だったり知人だったり家族だったり、でこれはね、知識というか情報、ただの情報ですよね。そうなんですけど、なんかここで言う H っていうのはね、やっぱりなんか私たちがこう人生で生きていく中で、考え方とか生き方とか、こういう風にしたら人生もっと豊かに生きられるよねみたいな、なんかそんなね、こう結構私が人生においてこの絵の紹介動画でも何でもそうなんですけど、結構大事にしてきたこう軸っていうのかな、なんかそういうものを、なんかな、今回はこのね絵ではお伝えできたらなって思います。そのなんか H そのものっていうよりも、その美しい H をなんか自分たちの胸に刻み込むことの大切さっていうのかなそういうのをね、ちょっと今回動画でお伝えできたらなって思います。はい、で、まあ、早速ね、ちなみにこれまだね、ニス塗ってない、まだサインも書いてないっていう100% 完成形ではないんですけど、なんかこの間もそんな感じだったかな。そう、それでね、まあありがたいことに、なんかこう私の母がね、実はその本をねすごく読むのが好きで、で昔から私もその母の部屋に行っては本を読みいろんなね方の本があるんですよ。まあでも基本的には精神論というか、ちょっと不思議な話とかもあれば、あとコーチングのお話とか、まあいろんなお話がね、いろんなお話の本がまあそこにあって、もういっぱいあるんですよ。でいっぱいあるし、母も何だろう、同じものを何回も読むのもまああるけど、でも結構入れ替わりがあって、母も一気にパッて、中古とかでもそうだし、ね、新しい本も買うし、結構本を買っては、ね、また売ってみたいなのを繰り返して、何回もね、こう何だろう、本棚が新しくなってって、でその都度私も、ね、この本読ませてって言いながら読みながら、ね、いろんな本をね、結構若い頃から、高校生ぐらいかな、から高校生、ぐらいから今読んでて、で今の私があるんですけど、そう、でもそのおかげでこう、もちろん人生においてね、いろんなことはあるじゃないですか。でもある中でも、その結構楽しく大変なことも、実はこういうことが原因なんじゃないかみたいなことの理由は必ず全ての問題にあるっていうのが、なんか本を読んでて分かってるからこそ、こう答えは必ずある
なんだろう問題すべてね、この世の中に起きている問題の答えは必ずあって、で大体の答えはもう大体本に書いてあるそう、答えに書いてある、うん、でももちろん、なんだろう、この人生、私たちが生きてる中で人生ってやっぱ知ってるだけじゃダメで、うん、それをこうどう体現したりとか解決したりとかするかっていうのまでが一セットっていうのかな。そう、でも思うのが、そのやっぱりちょっと悩みすぎたりしんどいなってなりすぎてる、その多少ね、一日生きてる中でいや今ちょっと大変だなみたいな、普通に生きてるとあると思うんですけど、あなんかこう、なんだろう、家事大変だなとか、そう、あ仕事から疲れて帰ってきてんのに、あ風呂掃除みたいな、なんかね、そんな簡単な大変さっていうよりも、こう人生においてこう上司とうまくいかない、ね、理人とうまくいかない、友達とうまくいかない、人間関係、まあ、ほぼ 人生のほとんどの問題は人間関係って言われてるんですけど、そう、むしろそれがクリアできたらほぼクリアみたいなそうね、あ、まあ、あと仕事もね、うん、仕事のやり方とか、うん、で、まあ、そういうこうちょっとしたことじゃなくて、なんかこう大きい問題みたいなだけどそれを解決しないとまた同じことが起きるみたいな問題って、人生でやっぱり何個かね、大きいのがポン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 って来ることってあると思うんですよ、うん、それが無視できたらいいけど、無視でも無視してたらまた来るからねそう、解決するのが一番いいんですけど、そうで、まあ苦手な人がいたとしたら、そのあなんでこの人こういうことするんだろうみたいな人がいても、なんかそのに対しての解決策が自分の中で芽生えるというか、その浮かんできたらいい、浮かんできたら来るのが一番いいんですけど、やっぱり浮かんでこないことって多、まあ、多いっていうか、うん、なんか浮かんでくることもあればやっぱり無理だなってなることってあると思うんですよ。なんかいろいろトライしたけどダメだったみたいな。でもやっぱそういう時はやっぱ新しい情報を手に入れることってすごく大事だなっていうのが私の中のこうあって、軸っていうか、今まで人生で生きてきてね。で、まあなんでかっていうと、自分が思い浮かぶものって、まあ、すでに自分の中にあるものなわけですよ。そう、うん、もちろんあの直感がすごい鋭い方とか、もう瞑想しただけで答えが降りてくるみたいな人もいるんですけど、でもあのそうじゃないのの方がほとんどなのかなって思ってて、そうで、そう考えた時に何が一番有効かっていうと、やっぱり読書がすごく有効的だなって思っていて、まあ今ならね、こう今ならね、 YouTube とかでもちょっと調べたらそういう、なんだろう、人間関係の対処法とかあるし、ただね、私が最近すごく感じるのは、こう本の時の方が情報が見つけやすかった、うん、でなぜかというと、こう本って出版される前までにやっぱりいろいろ、なんだろう、出版社の方とかがなんかすごい吟味してというか、あこの話はいい話だと思って出版をしてるわけですよ。そう、でも YouTube って、まあ、この YouTube もそうですけど、誰でも発信ができる、だからある意味、まあ、いろんな人の意見をがある分、情報量が多すぎて、そのピンポイントにそこにたどり着けられればいいんですけど、そこにたどり着くまでにちょっと時間がかかるっていうデメリットもあるなって感じもしていて、そうで、本屋とかだったら結構その、なんだろう、まあ、うん、なんだろう、いい話が結構多いというか、うん、でも昔の方がいい本がすごくたくさんあったなっていうイメージなんですけど、そうで、なんでかっていうと、そんなにたくさん今みたいにポンポコポンポコ本が出るイメージじゃないというか、長年ベストセラーになってる本みたいなのが結構店頭にずっと並んでるイメージだった。そう、まあ、今あんまり本屋行かないからかな、うん、あれかもしれないけど、なんか同じような内容になってきてる最近は、一冊一冊が、そう、まあ、本読むの好きだからあれだけど、ちょっと違うけど、その大元となっている軸はみんな一緒で、なんか言ってることがちょっとずつ違うぐらいの本が今ちょっと多いなっていう感じがしていて、でもその分野があると思うんですよ、その学ぶ分野みたいな、
そう。で、その学ぶ分野もによっても本がやっぱり違うくて、そうで、まあまあその情報をどう手に入れるかの話はまあ置いといて、そうで、まあそのなんだろう、自分の中で浮かんでくるアイディアと、なんだろう、そのいろんな、やっぱりこうこの物質世界で一定数、なんだろう、この分野はこういうことをし、例えば上司部下の関係だとこういう風な人間関係だったらうまくいきやすいですよとか、で夫婦関係だったらこういうコミュニケーションを取るとうまくいきやすいですよとか、で人間、あと例えば子育てとか、子育ての分野だとこういう風にね、まあ、お母さんとしてみたいな、父親としてみたいな、接するとよりこの子のこういう部分が発達されますよみたいな知識って、まあ世の中にはたくさんあって、その人によって合う合わないはあるんだけれども、でも自分にとって合うものをさらにこう強化していく、そう、そのなんだろう、何でも入れればいいっていう問題でもなく、なんだろう、こう自分の心がときめく情報ってなんかあると思うんですよ。そうで、なんかね、そう、一つね、今パッと思い浮かんだのが、私東京にね、東京っていうか関東に来た時、関東に来た時に一人暮らしをね、関東に来て一人暮らしを始めた時に、すごい狭い部屋で一人で住んでたんですよ。で、その時にね、なんかうまくいかないことが、まあ、立て続けに起こった時に、心が安定しなかった時があったんですよ。で、その時に本屋さん行ってざーっとこう見て、パッて目に入ったのが、こんまりさんのときめきの、あれときめきの法則とかだったかな、違う、なんか片付けの魔法だったっけな、忘れちゃったもう忘れちゃったんだけど、その本を読んだ時にこれだって思ったんですよ。そうで、そのまあその情報を得たのも、私の心の、なんだろう、心に従って、そのこうやって見ましたら、こうキランってこれだなって、まあ読んだわけなんですけど、でその中の情報もときめき情報が多すぎて、そう、その時に初めてこう断捨離っていうものに出会ったんですよ。そう、なんか断捨離っていう言葉は知ってたけど、なんか他の本も多分ちょっと読んだのかな、でもこんまりさんの本が一番ときめいたなんかね、そういうこうやっぱり部屋とお家とその自分の心って結構つながっていて、でよく言われるのが、その家の状態と心の状態って一致してるっていうか、ほぼ一緒って言ってもいいぐらい、そうで、いらないものがたくさんあるお家ってあるじゃないですか。もう私もそうだったからすごくわかるし、今も生きてると増えていくんですけど、でもそう、人生と一緒なんですよね。いらないものが頭の中とか感情とか思っちゃうこと、何でもそうなんですけど、ものがたくさんあればあるほど、今こう部屋の中のいらないものがあっても、実は心がそれを嫌だと思わないっていう習慣があるっていうことがわかるんですよ。そうで、例えばじゃないで、そのでこんまりさんのねメソッドで、こうやってタッチしていったりとかして、キュンとしないものはとりあえず手放すっていうなんかのがあるんですよ。でそれをね、私もその昔からそのね本を読むのがすごく好きで、本がたくさんあって、でやっぱり一番紙類にその邪気っていうのがすごくたまりやすいと。そうで、基本的に本はあんまり処分しない派だったんですけど、結局本が好きだからね。でもこうやって触ってったりとか、あと見たりとかして、タイトルとかね、で、あ、もうこれ自分に必要ないなとか、必要だなとか、心がキュンってするやつだけ残すみたいな、でキュンってしないやつは全部あとはもう
処分するっていうのをまずは本から、で、あとはもう洋服とかいろいろやった時にすっごい変わったんですよ。自分が変わった。なんかもともとその心に従って行動するタイプだったけれど、さらに心のこう感度がすごい上がって、なんだろう、なんかすごく心地の良い状態で生きられるようになった。そう、今まではなんか謎にうなされてたり、そうしてた時期があったんですよ。そう、まあ、あともちょっとあるけど、やっぱうなされてる時ってやっぱ乱れてる時、そう、自分の心とこの空間が、そうっていうね。でもこれってやっぱり知恵というか、その分野の知識で、これがこの部屋のこの物とかが体とか意識とかに影響してるっていう知恵とか知識とか、そういうのがやっぱりあるのとないのではやっぱり全然違う生き方が、なんか原因がもちろん、その例えば一つなされてる、何か整わない何かがある、それはもしかしたら考え方かもしれないし、部屋がそもそも整ってないからかもしれないし、わかんないけれども、理由はやっぱりいくつかあって、それを一つずつ潰していく。そうするとなんか、なんだろう、よりその平均的に一日を通して幸せな時間というか、心が豊かな時間というか、なんだろう、クリアな時間が長くなる。そうね、なんか今特に2人暮らしね、夫と2人暮らしして、すぐ部屋が散らかるわけですよそうで、まあ、片付ければいい話なんですけど、そうごちゃごちゃしてて、なんか気分が乗らないなと思ったら、やっぱりごちゃついてる時なんですよね。そうで、その時はやっぱりなんだろう、部屋の状態と心の状態って一致してるっていうことはもう私の中で分かってるから、その時は必ず気分が下がったら掃除片付けをするって決めてて、そうなんですよ。排水口とかね、そう、排水口は感情、排水口汚いと結構感情がドロドロしやすいので、であそこは綺麗にしておくといいなって思うんですけど、まあ、こういうのも、まあ、知識というか知恵というかまあ、なんか不思議な話の一つとしてこうね、しておいたらいいかなって。でもでもなんかこれもなんだろうな、でもどっちにしても普通に生きていく中で、なんだろう、この不思議な話を知っていようがしなかろうが、部屋は片付いてた方がいいわけでそう、でもそれをきっかけに部屋の片付けを知るっていうのも、なんだろう、すごく豊かにしてくれるっていうのかな、こう知恵があることではい、っていう感じでね、こう知恵とか知識とか英知とか、今は結構現実的な知恵とか英知とまでは言わないな、この話は知識そうの話でした。そうで、まあ、もう一つね、私が感じるこの情報の中での英知っていうのかな、をちょっと話してきたらなと思うんですけど、こう今ね、ちょっと先日都知事選あったじゃないですか。そう、まあ改めて思ったことがあってね、この情報の取り扱い方についてはついて、私も結構若い時というか高校生ぐらいの時からずっとなんか、まあ自分の中で問題視というか課題というか、そのまあ影響されないように気をつけなきゃなって思ってることの一つなんですけど、そうで、今のこう日本ってね、その、まあ、日本って、ね、テレビ社会だし、その政府がテレビのなんだろう、放映権っていうか、放映権じゃないな、情報を政府が握ってるんですよ、日本ってね。他の国はそういうことじゃなくて、日本って結構特殊なんですよ。そうでもそれがいい悪い、どっちもメリットデメリットあると思うんですけど、でも一つその気をつけておかないといけないっていうのが、やっぱ流していい情報と流しちゃいけない情報っていうのが日本はかなり精査されている、だからテレビだけの情報だと、そのなんだろう、国民にやっぱり知ってほしくない情報って絶対あると思うんですよ、それがなんだろう、本来知らないといけないものもあれば、別に知らない方が絶対国民が幸せでいられるよねっていう情報も、もう本当にいろいろあると思うんですよ。そうで、ね、テレビはもちろんその営利目的のね
ものですから。そう、だからそのどう人に買ってもらうかっていうのが、まあ、ベースにあるんですよ。これはもう別になんか都市伝説とかではなく、普通に仕組みとしてね、買ってもらうためのあのものなんです。テレビっていうのは基本的に、そう、 CM とかねがあってからの番組なので、 CM のそれは企業があるからこそテレビがあるから、そうっていう前提として、どんな情報をテレビが流しているかっていうのは、あのやっぱり意識してみておかないと、そのそれが当たり前になってしまうというか、そう、なんかそれが一般常識なんだ、それが世間では正しいんだってなっちゃうっていうのかな。そう、だからそういうのがあるっていうことで、でもその生きていく中で時々それに惑わされすぎちゃって、常識とはとか、なんかこう世間一般的にはみたいな、特にね最近感じるのは、あのこの間のあれ動画には言ってたのかな、あの洗剤についてね、そう、洗剤のいや、そんなに洗剤いらない、なんか実際の情報を集めると、そんなに洗剤っていらないんじゃないっていうことがね、調べると出てきたりとか、まあそれはちょっと実用的なことなんで、まあ置いといて、そう、でその自分の生きる考え、生きるための考え方とか、なんかそういうのとかもやっぱり、なんだろう、テレビとかって反映しやすいなって、うん、で今回の都知事選とかも、とあるね、あの候補者の話し方の話を、まあ、ずっと聞いてたわけですよ。まあ、あの一人だけじゃなくて、いろんな方のいろんな動画を、まあ、見て、その人が言ってることと報道されてることが全然違くてそう、だからこのそれっていろんな知識、いろんな情報にも言えるなって思っていて、こう自分が合っているなって、自分がこのなんだろう、例えば必要としている情報をどこから得るか、そうで、私はもうその、まあ、自分の生きる方針もそうだし、今回の都知事選もそうだし、なんだろう、テレビだけ、まあ、うちテレビないんでねテレビないのに、でもテレビではこう言ってるみたいな情報がもうひたすら SNS で流れてくるわけですよ。で、あの特に都知事選の情報を探してたらね、そう、でも面白いぐらい、なんだろう、これあの英語ではね、バイアスっていうんですけど、こうフィルター、その人が見るフィルターがあるんですよ。それぞれね、みんなあるじゃないですか。絶対私はこの人をこういう目で見てるっていうのが必ずここにフィルターがかかるんですよ。でこれバイアスっていうんですけど、そのそれぞれのバイアスがもう見え隠れする、なんだろう、情報戦だったなって、それぞれがっていうぐらい、情報にはすごくその人を発信してる人の意図みたいなのが、まあ、それぞれ見えて、でそれがいい悪いじゃないけど、で一番ここで私がこの絵を通して伝えたいなって思うのは、自分の心がなんだろう、なんて言ってるか、その情報に対して、うん、なんかでその情報を見る時の深さっていうのかな、うん、なんかそこに書く、なんだろう、ただ批判している内容とかもあるんですよ。うん、わかりますね、多分わかると思うんですけども、テレビもそうだし、その SNS の流れてくる内容もただ批判してる内容だと深く浅いじゃないですか、わかりますそう、でそのでもその人はその人なりになぜそう感じたかっていう、その人のものがあるんですよ。なんかそこを見れたらいいなと思っていて、そうで、あの私の感覚なんですけど、やっぱり批判だけでやって情報を出してるところで、私はあんまり総合的に見て正しいというか、うん、なんか俯瞰して物事を見れてない時に批判って出るなって気がしているので、心がねそんな気がするし、そう、私はちょっと経験上そうだなって気がしてるから、そう、なんかね、その自分の心が心地のいい情報を手にしていこうって、でそれがなんだろう、この美しい知恵とか英知とか、そう、そういうものを得るのにつながっているなって思っているですよ。そうだから本当にその情報の
何を自分に入れるかで人生はできているから、なんか本当に何を見るか、何を取り入れるか、そしてその取り入れた情報をもとに何をやっていくか、なんかそれがすごい大事だなって思ったんで、はい、ちょっとね、それをお話をさせていただこうかなって思いました。はい、こんなもんかな。そう、まあ、皆さんにとっての、これは私にとっての情報についての考え方で、皆さんはどう感じるか分かりませんが、どうでしょうか。はい、それでは今日も明日も明後日も皆さんにとって、はい、素敵な毎日でありますように心から願っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。